てってててててて、てんぐ。はい、ということで、てんぐですけども、ポケモンシールドやっていきたいと思います。皆さん、ザシアンとザマゼンタっていると思うんですよ。このゲームから出てきたね、伝説のポケモンなんですけど、まあ、基本的には、ソードの人はザシアン、シールドの人はザマゼンタ、みたいな感じなんですけど、なんとですね、ソードの人でもザマゼンタ、シールドの人でもザシアンがゲットできるというね、裏技をね、はい、入手したんで、今回ね、そちらを検証していきたいと思います。ではやっていきましょう。まず一つ目なんですけど、ソードの場合はザシアン、シールドの場合はザマゼンタをボックス1の、左上に置きます。つまりですね、ここですね、メギツネのところに、ザマゼンタをね、置くんですね。いましたね。こいつとこう入れ替えて、そして、この状態にします。そしてこの状態で手持ちを電動入りの時の手持ちにします。なんでここちょっとね、忘れたらダメなんで、僕はちょっと動画見てきます。はい、電動入りの時のパーティー構成しました。まあレベルとかだいぶ変わってますけど、メンバーはね、これです。で、この状態で、まどろみの森のね、奥に行きます。鐘があるとこですね。あそこに行きたいと思います。はい、奥の一歩手前のとこまでやってきたんですけど、ここからね、ソードシールドで操作変わるので、ちょっとね、よく聞いてください。ソードの方は、口笛、これですね、口笛っていうのは、これ。はい。これを105回、奥のとこでやってください。そして、シールドは167回。なんでシールドのが多いんだっていう話ですけど、やってください。まずは、だから俺はね、シールドなんで、167回ね、やります。だから、ここの奥ですね。ここですね。ここで、はい。今から167回ね、口笛を吹きたいと思います。大変ですね。いきますよ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、167、166か、166、167。いや、来ねえわ。ちょ、待って、でも回数数え間違いもあるかもしんないから、もうちょっとやってみる。あと、10回ぐらい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いや、来ねえわ！来るか、ボケ！いや、来るわけねえだろ、バカ野郎、お前。なんで来るんだ、これで、お前。ホップが捕まえたでしょ、ザシアンは。一匹しかいないの、世界で。なんで出てくると思った、お前。これ多分回数超えても、イベントが始まると思うんで、167で止まると思うんですよ。だから、これ多分超えても来ないってことは多分来ないですね、一生ね。来るわけねえだろうが、お前。知ってたわ、バカ野郎。お前、こういうのなんで書くんだよ、おい。子供たちが騙されるでしょ、お前、純粋な子供たちが。マジでって、やってみようつって、お前、これ結構かかるから、3、4分かかるんだよね、この、結構短いけど。お前、なんでこういう子供を騙すようなこと書くんだ、お前。来るわけがねえだろ、お前、世界に。一匹ずつのポケモンたちが、なんでお前、増えてんだよ、お前。おかしいだろ、これ。はぁ？もういい加減にしろ、この野郎。俺だからいいよ、これ。大人のね、僕の28歳の大人だからいいですよ。これ、10歳とかの少年がやったら、これ、傷つくでしょ、子供たちが、これ、お前。インターネットはな、子供も見れるんだから、そういう書き込みをするんじゃないっつーの、まったく、お前、ほんとにひどいわ。まあ、データとか消えてないから、まあいいですけど、これはね。皆さん、絶対にこの、もうこれはね、ガセなんでね、やらないようにお願いします。僕がね、まあ、身をもってもね、こうね、伝えたんで、皆さん絶対真似しないように。まあ、やりたい人がいたら、まあ、自己責任でね、数え間違いとかも俺あるかもしんないから、本当にやりたかったらやってもいいけど、まあ、基本的にはやらない方がいいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、またガセをつかまされた男のね、検証動画でした。こんな感じのね、まあ、なんか変なね、検証やりますんで、よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。では、お疲れ様でした。さよなら。